こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは障害にぶつかった際の正しい逃げ方ということでお送りしたいと思います。逃げる方法ですけども、逃げるっていう行為って多くの人はちょっと誤解していて、なんかネガティブな意味合いがあるんですよね。逃げるっていう、なんかこうとにかく障害にぶつかったり壁にぶつかったり、そしたらそれは絶対乗り越えなきゃいけないんだというね、なんか逃げちゃいけないんだと、向き合うんだ、戦うんだみたいなね、そういうふうに思い込んでいる方が多いんですね。だけども実は逃げるっていうのは別にネガティブな意味でもなければ、別に恥っていうね、よく恥ずかしいみたいなのがありますけども、そういう意味も全くなくて、逃げるっていうのは当たり前の行為なんですね。なので障害にぶつかった際に正しい逃げ方っていうことを考えておかないと、非常に危険であるし、自分自身が滅びてしまうということもあるわけですね。で、まあちょっと先日テレビを見ていたときに、なんかどこかのなんか村だか町だかでね、ヒグマが出てしまって町に来ちゃって、で大変だと、なんか作物が荒らされたりとか、こう襲われてなんか怪我した人も出てるくらいで、みんな怖い怖いと言っていて、でまあその猟友会というね、まあ町のある種ボランティアで結成されている、まあそのクマが出た時に、まあ、対処する人たちね、まあ、最悪こう鉄砲で撃つわけですけど、まあ、捕まえたりとか、まあ、そういうことをする猟友会という方たちが、まあ、いて、いろいろ対策をして、まあ、その、ね、ニュースではなんかその、まあ、じゃあ最後はなんか捕まえることができて、まあ、よかったねみたいな感じで終わってたんですけど、その時にちょっと印象に残ってたのが、まあ、猟友会なんかに入るぐらいですから、まあ多少なりともその銃の心得はあるでしょうし、まあ勇気がなければできないですよね。クマをなんとか捕まえなきゃいけない、みんな怖いわけですよ。ヒグマなんて絶対勝てないですからね。でそういう人たちだから勇気もあって、そういった技術もあると、そういう人たちがまあちょっと集まってミーティングみたいなしてるところにカメラが入って、なんかちょっとなんか撮ってたんですけども、子供がね、その猟友会の男性の方たちに、ね、クマが出てきたらどうするのって質問したんですね。でその時に猟友会の人たちはどう答えかって言ったら、そりゃ逃げるよというふうに答えてたんですね。で猟友会の人だってなんかなんとなくこう勇ましく、や私がやっつけるとかね言うのかなって思いがちじゃないですか。でもそれはもうちょっと笑いながらで冗談っぽくですけども、それはもう逃げるよとおっしゃっておられました。まあ、要するにですね、まともにその熊と戦う、たとえ銃を持ってて、ね、その銃の腕があって、こうね、いざとなったら、その、狙撃することもできるかもしれないし、何らかの方法で捕まえることもできる、そういった知識のある人でさえも逃げると言ってるわけですから、よほど恐ろしい存在なわけですよね。で当たり前のことですけど、これはもう本当に。なので、同じように、まあ別に熊に限らず、あらゆる障害というのは逃げることを含んで考えておかなければいけないというと思うんですね。ただ、逃げるといっても、逃げ方ってあって、一番あんまりよろしくない逃げ方っていうのは、最初に言っておくと、本能のままに逃げてしまうと。例えば、熊に遭遇した時に、すっ飛んで逃げると。まあ、それが有効に働く場合もありますけども、場合によっては、クマを刺激して襲われてしまうかもしれませんし、パニックになって冷静な判断ができなくなる。これがやっぱり逃げる際のデメリットですよね。だから本能のままにこう、激圧してパニックになって逃げるっていうのが一番まずいと。じゃあ、どういう逃げ方が正しいのかというと、戦略的に逃げるってことですよね。きちんと逃げるべくして逃げる。これ結構難しいんです、実を言うとね。我々大体本能的に逃げるときっていうのは逃げてしまいがちなんですけれども、本来は戦略的に逃げる必要があるということなんですね。なので、逃げるのは卑怯だとかいうことを言う人がたまにいますけども、あれは嘘っぱちです。なぜ嘘っぱちかっていうと、あれは
大概その逃げられると困る人のそのなんだろう、相手を引き止めるためのある種の作戦なんですよね。逃げるのか卑怯だぞとかよくなんかドラマとかで言ったりするじゃないですか。あれは逃げてほしくないと。逃げられると次いつ会えるかわかんないから、逃がしたくないからそういうことを言って相手を縛るわけですよね。ある意味呪いの言葉ですよね。逃げるのかこの卑怯者、逃げるなんて男らしくないぞとかね、いろんなこと言うわけです。別に男だって逃げるときは逃げるだと思いますしね、逃げたっていいわけです。だけどもそういう言葉によって相手を縛ろうとする。だから嘘です、あれは。信じなくて大丈夫です。卑怯でも何でもありませんから。ただし戦略的に逃げる必要があって、それは非常に難しいことなんですね。なので孫子の兵法によく有名な言葉があって、彼を知り己を知れば百戦当たらずとも危うからずという言葉がありますけども、やっぱり自分が今向き合っているもの、ね、現れた障害、あるいは向き合っているもの、壁、そういうものを詳しく知り、自分自身の現状を詳しく知り、で今やったらどんなリスクがあるのかっていうこともきちんと把握した上でないと戦略的に正しく逃げることはできないわけですよね。なので非常に能力が高くないとできないことなんで、卑怯でも何でもないです。頭が良くて、しかも能力値が高ければ高いほど基本的に逃げることをちゃんと考える人である。逆にそういう能力値が低い人はもう徒手空拳でね、ぶつかったらとにかく逃げるは恥だとか言ってね、ガチガチやって余計に被害を広げてしまうということになるわけですね。なので大事なことはもう何かをやる際には必ず逃げることもありきっていうことを考える。こういう場合は自分は耐えられないだろうとね、いろんな意味ですよ。身体的な面、メンタル的な面、あるいは状況的な面、リソースの面、自分が持ってるリソースとかね、考えてデッドラインちゃんと設けておくんですね。そうしておくと比較的戦略的に逃げることができるわけです。こういうことになったらば、こういうふうに逃げようということをきちんと算段しておくわけです、最初にね。その上で、そうでない場合には一生懸命その戦うというか、取り組めばいいわけですからね。デッドラインを決めた上で、まあ、逃げる。これ結構重要かなと思うんですよね。うん、でなんでこんな話をしたかというと、まあ、多くの人がこうやりきろうとしちゃって、あまりにも無理なのに、無理難題すぎるものに、で真正面から取り組みすぎちゃって、結果的にもうボロボロになっちゃって、で、結果的にやめてしまうというね、いう結果に終わってしまう。そうするとですね、もうすべてのものって、何も結実しないで終わっちゃうんですね。で、結実させるためには、きちんとこうなったら一回撤退しましょうと。で、再チャレンジすればいいわけですから。で、人間生きてさえいれば再チャレンジできますからね。うん。なので、とにかく、自分が潰れない、ね、ギリギリのデッドラインをちゃんと決めておいて、そこになったら逃げていいんだよっていうことを分かっておかないと、いろんな意味で潰れてしまうことがあると思うんです。なので、結構ね、スピリチュアル的な話とかもしていく中で、ポジティブなメッセージを伝えていってるわけですけども、あまりにもポジティブなメッセージを伝えてきたがゆえに、なんかこう、とにかく逃げちゃいけないんだみたいに思い込んじゃってる人も結構中にはいらっしゃるような雰囲気もあるので、ちょっとここでね様相を変えて逃げてもいいんだよ、むしろ逃げることはちゃんと考えておかないとダメだよっていうことをね、お話ししておこうかなということで、まあ、ちょっといつもとは雰囲気の違う感じの、まあやや考え方マインド的なお話になりましたけども、ね、ちょっと覚えておいてほしいなということで、今回はですね、障害にぶつかった際は正しく逃げましょうと、ね、もちろん障害にぶつかったからすぐに逃げる必要はないけども、正しく逃げる方法を考えておきましょうということで、お話をさせていただきました。今回も守護スピラジオお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。